1871年に建てられ、2009年に解体されたセリーオークのバーミンガムバッテリーメタル旧社屋。2009年撮影。バーミンガムバッテリーメタルは、1836年に創業したイギリスの企業で、創業時の工場はイングランドチューブバーミンガムリグベスにあった。この会社の名には、バッテリーという言葉が入っているが、 これはバッテリーを製造していたというわけではなく、金属製品の製造、形成手法を表す用語である。1850年の資料で、同社は新中盤と管の製造業者と表現されていた。その後、バーミンガムバッテリーカンパニーという社名を掲げるようになる。1871年に新たな工場がセリーオークに建設され、1876年には、 すべての生産機能がディグベースから移された。セリーオークの敷地は、銅の精錬施設や、生管工場、圧縁工場、ラドリー運河に面した船着き場などの建設により、拡張されていった。バーミンガムバッテリー社が発行した日記には、同社の歴史について、興味深い説明がいろいろ記されている。一世紀近く前、当社の創業者が、バーミンガムのディグベースに、 真鍮の鍋を製造する事業を起こしましたが、これはいくつものハンマーを組み合わせた、バッテリーと呼ばれる仕組みによって、平らな板を叩いて成形するものでした。この叩き出しの工程は、バッテリー工程と呼ばれ、こうして製造された鍋は、単にバッテリーとか、バッテリーパンと称されていました。ハンマーは、木製の歯車が組み込まれたホイールで動かされ、重いハンマーは、成形に用いられ、 軽いハンマーは仕上げ用でした。製造される鍋の大きさは直径数インチのものから数フィートのものまで様々で深さも色々ありました。ハンマーの動力は当初は水力で重さも様々でした。軽いハンマーは毎分200回まで叩くことができました。しかし、やがてより安く製造できる打ち抜き加工が普及するように、 なると、叩き出し鍋の需要は後退し、1885年頃には、当社も叩き出し鍋を製造を打ち切りました。その頃、当社はすでに圧縁工場や生姜工場を、リグベスにもセリーオークにも所有しておりましたが、企業名は、新中や、銅の管、板、その他の製造と強く結びついて定着し、親しまれていましたので、社名には、 バッテリーという言葉が残ることになりました。バーミンガムバッテリー社の経営は、1980年代に困難な状態に陥り、廃業を余儀なくされた。セリーオークの工場敷地跡は、小売商業施設、バッテリーリテールパークとして再開発された。1850年の時点で経営者であったトマス・ギビンズ、父・ジョセフ・ギビンズと母・マーサ・ベビントンの間に生まれた。 トマス・ギビンズは1837年に、絹商人であった、リチャード・タッパー・キャドバリーの末娘エマジョエル・キャドバリーと結婚した。ギビンズ家は、セリーウォーク・パークや、セリーウォーク図書館を地域住民に寄贈するなど、事前活動家でもあった。セリーウォークのギビンズ・ロードは、トマス・ギビンズが当時この地域の行政を担っていた、都市地区議会に公園を寄贈したことを記念して、 名付けられたものである。公演は1899年に完成し、移管された。その後さらに、バーミンガムバッテリー社が土地を寄贈し、公演は、ダドリー運河まで拡張された。デール・オキーフ監督の短編映画、テイクオンリー・フォートグラフス、リーブ・ナッシング・バッド・フット・プリンツは、解体される2ヶ月前のバーミンガムバッテリーメタル社の旧施設の内部を撮影した作品である。 映画には、この建物が、心ない破壊者や、薬物中毒者などの行為によって、修理しがたいほどの状態に陥った様子が、捉えられている。ありがとうございます。